見てください、こいつだよ。前回見つけられなかったでっかい生き物、スワンプタートルっていうやつですね。こいつを探してたんだよ。やっと見つけた。結構探すの大変だったかんな、こいつ。ほら見て見て、投射比でこれだけ大きさに違いがあるんだけど、多分ねテイムビースティーズでこの子もテイムできるんだよね。ちょっとまずはねこの子をテイムしてみたい。まずみんなでこの子をぶったたきます。先制攻撃。あ、ほら めちゃくちゃ弱い。見かけ倒しなんですわこの子で。ぶったたいたらこの子をまあ、回復してあげて、応急処置してあげて、担げるかなこの子。担ぎ上げる。いける、もう一個。あ、いけるいける。どんなにデカさがあってもこういうことできるんだよね。すげえなモグコ、さすが偽善動物園の園長。モグコ園長だからね。盗賊の襲撃は偽善動物園に到着した。サーチライトは建設完了。ちょっと待て、こうしてねモグコたちが自由に行動してる間でも偽善動物園の方ではやっぱ襲撃は来ちゃうんだよね。まあ大体カットしようとか思ってたんだけど、この話も無駄になるんだろうけど、あれ？おや？ブラックドラゴン忍者だって。え？何こいつら、初めて来るんだけど。こいつは素敵なゴミダメだ。え、何？え、怖っ。略奪できるものはもっと素敵だろうよ。え、え、ちょ、何もかも奪い取れ。攻撃してくるよね。いや、こんなに攻撃されるんだったらさ、もういっそのこと開けた方がいいんだよな。これ開けるか。もういいや、開ける、開けます。もういいよ、入れ、中で戦おう。いや、はい、入ってきたね。はい、ようこそ。うわー、なんなんだよ。いや、味方を結集させたけど、いやー、いけっかなー、戦えっかなーって、おーい、ちょっと待て、何やってんだ、こいつら。こいつら、どこに向かってんだ。何がしたいの、お前ら。食料を略奪だって。え、ちょっと待って。いや、基本的に先制攻撃したくないのよな。またどんどん嫌われていくことになるからさ。え、何？食料が溜まってきたから、こういうレイドも始まったってこと？いや、勘弁してくれ。もうこれ戦うしかないわ。こっちから先制攻撃でやるしかないわ。こっちの方に食料いっぱい溜まってるから、そこに向かってるんだ、こいつら。やるわ。対象攻撃。いけっかな。頑張れ。いや、ちょっと待って。ちょっと待って、そんな一直線に向かうなっつうの。全てを攻撃。これで？いやー、マジかよ。何こいつら。ほら、やっとちょっとずつ神棒が溜まってきたって状況でさ。うわ、神棒持ってきやがった。いやー、これ許せねえな。やっと動物園運営ができるって状況で、うわー、これ戦えっかなー。ボンド置いてきゃよかったか。ちなみにですね、前回テイムしたハンニバルはちょっとあまりにも自由行動が過ぎるので今日はお留守番してもらってるんですよ。まあ、ハンニバルがいればどうにかなるかな。もう逆に食料にしていいから、食料いっぱい来たぞハンニバル。もうそうポジティブに捉えよう。あー、でもどうやら制圧はできてるっぽいな。何こいつら、食料泥棒すぎるんだけど。あ、オッケー、偽善動物園に対する盗賊の襲撃は敗走。いやー、ちょっとまずはスワンプタートルのテイムから始めたかったのに、こういうことよな。あ、よかった、終わった。よし、ハニバルいっぱい食べていいぞ。ここに足転がっていくからね。これも食べていいからね。これマジでよ。おお、臭い生肉持ってるぞ。臭い生肉と、あと忍者刀を2個持ってるな。ここら辺も金に換算させてもらうわ。てか、もう全部返せよ。マジでこいつら全部持っていきやがったのか。
ふう。これで食料も取り戻せたかな。収納容器がこれくらいと、食料容器。あれ、なんか減ってる気もするけど、全部見たんだよな。いやー、まあ、なんか、厄介なイベントが始まったなと思いつつ、ま、いいこともあったんだよね。ほら。すごくない?この刀の量。だいたいね、一本あたり、多分平均すると400キャットぐらいで売れるから、これだけでめちゃくちゃいい稼ぎだわ。多分ね、いくらか食料が回るようになってきたのがトリガーだったんだよな。ほら、麦農地が XL で、こっちも XL。やっとね、XL 級が整ってきたんだよね。こっちのサボテンも XL が整ったので、これでね、ダストウィッチもね、作り始めることができるんだよね。原料がこの2つあれば作れるはずなので、その生産体制はね、もう整ってあるので、あとはこれを収穫していくだけっていう状況になって、多分それで食料が溜まってきたから来ちゃったんだな。さあ、こっちはこっちでね、やりたいことがあるので、モグコたちの方に戻りました。ね、スワンプタートルも、平常に戻ったね、起き上がったみたいなので、こいつをテイムしようと思うんですけど、まあやり方は結構簡単で、まずね、牢屋を建築します。よし、牢屋が立ちました。そしたら、このスワンプタートルをね、入れることできると思うんだよな。この鍵をかけるだと思うんだけど、鍵をかけます。はい。足で檻を支えてる、なんかちょっと優しい生き物にしか見えないんですけど、これでね、牢屋に閉じ込められた状態になっていて、この状態で話しかけることができるんだよな。モグコで話してみようか。ほら、スワンプタートルと話せる。おい。で、It looks hungry. お腹が空いてるって言ってますね。もうなんか鼻先しか見えないんだけどさ、これでかすぎるからめっちゃ見切れてるんだな。まあこれ元なのでね、ここは英語になっちゃうんだけど、これで、まあこれかな、 like って言いたかったのかな、なんかスペルよくわかんないけど、 I like turtles、 亀が好きだ。まあモグコ園長だからな。はいはい、仲間になりました。はい、足しか見えなかったので名前は美脚、褒めて伸ばしたいのでね。お、美脚、おっそ足。美脚全体的に弱すぎな。まあこんな感じで結構簡単にテイムできるんですよね。倒せちゃいすれば、そして牢屋を持ち歩けさえすれば、いくらでもテイムできるっぽい。問題は彼らが満足できるまで食料を渡してあげられるかいう感じではあるんだけどね。ほら、ボンド大きいね。結構大きな子が仲間になったね、これ。踏みつぶされないようにしなきゃね。これ、前回倒したビッググリムが率いるハウンズの拠点なんだけどさ、この勢力本部がさ、ブラックシフターっていうものになってるんだよね。これ、やっぱりハウンズ駆逐されたっぽいんだ。あー、勢力塗り替わってるっぽいね、これ。ハウンズはやっぱり駆逐されたんだ。シーラね。俺のせいじゃねえ、もう。まあ、こういう感じで勢力変化が起こるわけだよな。実はモムソーっていうやつを、まあ動画の中では入れなかったんだけど見つけていて、そいつをね、雇いたいなと思って、まあそれも、目的の一つとしてシャークに来たんだけど、なんかいないんだよね、モムソー。結構探したんだけどいなくて、もしかしたらこれも勢力変化によって起こったことなのかなっていう。まあちょっとユニークっぽいやつだったんだけど、まあ残念ながらそいつは仲間にできなさそうなので、ちょっと代わりのね、やつをね、一人、ちょっと見繕っておきました。こいつ多分ユニークじゃない。こいつね、ウォールっていう放浪者なんだけど、こいつがね、ほら、私の特技は射撃、砲台なら任せてくれって言ってんだよね。今うちの動物園で圧倒的に足りないのは、砲撃による防衛、クロスボウね。だからそれを担当してもらうためにも、とりあえずこいつだけ雇っておこうかなと。こいつはもう動物園要員だね。
こいつも雇っておきます。6000キャット払おう。よし、ウォールだね。スコーチランド人、いや結構活かした格好してるな。めちゃくちゃかっこいいね。なんかスチームパンク感あって、まああんまり出番はないだろうけど、まあ粛々と動物園を守ってくれる一人となるでしょう。見て、ハウンズの復讐ってのが偽善動物園を狙ってやってくるっぽい。やっぱりこういう系のイベントあるか。いやね、ここになんかトレーダーズギルドの訪問っていうわけのわからないやつもあって、こっちはねターゲットがプレイヤーの拠点、おそらくね俺が都市連合の方に残した拠点の方に向かってると思われるんだけど、ちょっとねもうここの都市連合側の拠点はちょっと檻を見て潰そうかなって思ってるんだけど、それはまあ別の話として、やっぱりこういう復讐イベあるよな。そうなるとトレーダーズギルドの復讐イベもまだなんかあるのかな。どういう感じでそういうフラグが立ってるのかわからないけど、ただ今の動物園の面々だけで対処するの難しそうだから、ちょっとモグコたちをね急いで偽善動物園に帰らせようと思います。念のためね。ちょっと美脚ちゃん緊張感ないね。これさすがにダメだな。こんな足のストロさじゃ絶対に間に合わないから、これモグコに担がせて急いで戻るか。これじゃね、この白い点、これハウンズっぽくない？なんかフォーリーネーションの領地の方から来てるけどさ、でこれがうちらモグコたちだね。これ微妙だな、どっちが早いかな。一応ねもう足の遅いやつは美脚は当然としてなるべく持たせて、ほらもう今ガンダッシュで戻ってるんだけど、これあ読み込みが入るとね美脚、あ美脚が暴れてるけど美脚お荷物すぎるぞ。そんなところも可愛いけどちょっと今回テイムした意味がよく分かんなくなっちゃったな。さあどうやら私たちモグコ一団がセムに入ったが、ハウンズよりこれは早いんじゃないか。これはどうやら早く戻れそうだこんな足の速さ勝負をすることになるとはな。お、ここでハウンズちょっともたつき出したか。いいぞいいぞ、これで全ての面々が偽善動物園に揃うから、これで万全の体制で迎え入れることができそうだね。よーし、新たな動物園の仲間たち一人と一匹を連れて帰ってきました。さてさて、少し準備しましょうかね。いくらかモグコたちが動いてる間にクロスボウ砲台ができるようになったので、早速これをウォールに仕事として、人員配置、これ場所固定なのもしかして。これ厄介すぎるな。とりあえずまあ、この場所に配置してみたけど、ちょっとねここの位置微妙なんだよね。ここに砲台立てられなくて、うまく進めなくて、で敵はおそらくこっち側から来るんだけど、ここにも一個ねクロスボウ砲台あるんだけど、こいつねまだ完成してないんだよね。あれ、なんかさっきと違う場所に移動してるな勝手に。あ、これクロスボウ砲台の配備したら勝手に移動はしてくれるのかな。ただ謎に敵対反応だけはしてるんだよね。これ何かに反応してクロスボウ砲台に縛り付けられてるんだ。あ、ガルかな、ここのガルに引っ張られてんのかな。ダメだなこれ、なんか変に貼り付けにされるから、やっぱ仕事でクロスボウ砲台やめた方がいいかもこれ。なんか要塞門攻撃されてて、今発射した音したな。ウォール攻撃してる、これカメラ合わせづら。ウォール攻撃してるかな。ここにウォールがいて、こいつらはハウンズじゃなくてバンドオブボーンズなんだけど、まあ常連だね。これ当たってる、ウォール、これ当たってなくね、絶対これ当たってないよね、角度が悪いって話これ。お、あ、来た。ここらで流れてる噂知ってるか、あんたが大ボスをさらったっていう。来た、ハウンズ、ハウンズの復讐部隊だ。それであんたは見せしめにすることにした。誘拐はまずいからな。誰だボス、こいつ
ハウンズ、名前ハウンズ。あ、ハウンズ、やれ、死んだ方がマシだと後悔させてやれ。ちょっと待て。うわー、こいつらステータス値が、おおむね50前後。結構な連中だよ、これ。これは、迎え撃つしかない。人数も結構多いぞ。全員を選択状態にします。そして、やっぱりこっちから来るよな。いやー、美脚ちゃん大丈夫かな？みんなをここに集結させて、門を壊されるくらいだったら、もう鼻から開けちゃいます。これで、一気になだれ込んでくるぞ、ハウンズの復讐部隊が。戦ってくれ！うおー、ハウンズの復讐部隊！数多！いやー、これベンジーでも辛いぞ。美脚ちゃん大丈夫かな、これ。美脚ちゃん殺されちゃわないか。これちょっと美脚ちゃんはちょっと退避させとくわ。美脚ちゃんダメ、君。うわー、ちょっと、ない。いや、どうなってんの、これ。うおー、なんか、あ、美脚やられた。美脚が倒れた。そして向こう、クロスボウ連中も多いな。あ、やっと援軍がやってきたけど、これ、うわ、マジか。ベンジーもう倒れてる。ベンジーもボウも倒れてるな。うわー、マジで？いや、しかもその後ろからなんか来た。うわ、飢えた野党たちがやってきた。人数やば。お、これ、モグコたち。うわー、やっと来たけど。うわ、何この混戦。ぐちゃぐちゃだ。意味がわからん。うおー、これはまずすぎる。何が起きてんだ、これ。やべ、泉さんも倒れて。あー、モグコはまだ戦えてる。レッドも倒れた。今、ちょっと、ステータス見れるのが彼らだけなんだけど。うおー、アベンジャーズみんなやられた。チュンもジャグロンガーもコットもやられて。あ、これマジでやばくね？モグコ、ボンド。いやー、マジか。お前らだけでやりきれる人数かよ、これ。うわー、マジか。やば。いやー、モグコもやられてる。うわー、これ。これどうなんの？うわ、ちょっと待って。ハウンズの復讐は終わった。シェクに栄光あれ。よそ者、もうここにはお前の居場所はない。ちょっと待ってね。君、バンドオブボーンズなんだよな。うわぁ。これ負けたわ。ハウンズに負けた。これなんか、持ち物。ここは我らの住処だって誰か言ってっけど。何バンドオブボーンズ。お前らシャシャルバンじゃないんだよな。うわぁ、奴ら退却していくわ。スタボロにやられた。マジか。あ、サンドとか死んだふりしてるな。あ、モグコも死んだふりして、おお、大丈夫？おい、何やってんだ、ハンニバル。お前死んだふりしてろよ。ダメだ。外出ちゃうから、ハンニバル。これ一回閉じるわ。外出ちゃダメよ。なんかまだ中に、ハウンズいるんだけど。久しぶりにズタボロにされた。拠点でここまでズタボロにされると思ってなかったんだよな。ぶっちゃけみんな揃えば勝てると思った。いやー、惨劇すぎる。美脚？いや、美脚死んじゃうな。ちょっと、美脚やってもらおう。今回仲間になったからね。ちょっとこの子に死なれちゃ悲しい。バンドオブボーンズの残党がなぜかいたんだけど。お前部外者やろ。お前何やっとんねん。なんでこいつがここに城壁の上に登ってんのかよくわかんないけどさ。こんな奴と戦ってる場合じゃないんだよな。チュン、乗しちゃえ。膝で乗しちゃえ。ナイスだ、チュン。よし、チュンも医療神やってもらって。ああ、とりあえず生き残りはできたっぽいけど、なんかハウンズの連中がうちの拠点うろついてんだけど、なんか肝心のビッググリムはみんなからスルーされてかわいそうな感じになっちゃってるけどさ、ほら、みんなビッググリムには用がないんだな。あ、出ていく気になりましたか？出ていく気になったんですか？開けてあげますよ。ご退場願えますか？いやー、強かったハウンズ。もう二度と来んな、お前ら。ふざけんな。
ビッググリムはそのまま放置してなんかうさばらしにだけ来られたわ。これダメだな。ちょっともうちょっとこの入り口周りの改良しなくちゃダメだな。これまた生きる間作るか、そういう発想とかで対処しないとなんかこれからやっていけなさそうな気がしてきた。結果的に誰も死にはしなかったね、ボンドもギリギリやばかった。マジでやばかった。血液マイナス14にまでいってたから危ねえよ。まあ死にはしなかったんだけど、さっき加入したばかりのウォールが腕吹っ飛ばされましたね。ウォールの左腕が持ってかれた。やはり防衛をより一層強固にしないとダメだ。はい、あれからまたしばらく経って平穏を取り戻せましたね。美脚がなんかまだ血濡れてますけど、いつも通りの拠点運営に戻れた感じですね。ちなみにチュンはね、もうダストウィッチを作り出しています。ここで小麦粉からパンを焼いて、でまたどっか行っちゃいましたけど、そこからパンとサボテンを使ってダストウィッチを作るっていう工程がもう踏めています。これによって確かね、さっきウォールが持ってたんだけど、ほらあのダストウィッチみんな食べてますね。これ栄養価が結構高いから、70だったかなマックス、何回かに分けて食べられるからやっぱ結構お得なんですよね。っていう感じでまあ素直に回せ出したかなというところでですよ。あれまだ終わりじゃないのかいって思うかもしれないですけど、前回から私シーズン2って言い出したじゃないですか。でシーズン2って歌っておきながらまだ全然僕できてないんですよ、冒険が。そう、私この世界ね、まあ、見落としはあるかもしれないが全て回るっていう風に言ったと思うんですよ。それをねちゃんと実行したい。この地図を東西南北に分けます。多分今何かしらの処理がされて編集で見やすくなってると思うんだけど、この東西南北をまあ、じゅんぐり攻めてまだ見たことがない大地に順次回っていってみようかなと思うんですよね。ちょっとね今回はどうしてもねその初めの一歩だけでもねやりたかった。だからちょっとまだ収録してる。これ今日今2日目とか、2日目でもう収録多分5時間ぐらいかかってんだけどアホだよね相変わらずね。まあとにかくね、北かな、まずここら辺狙いたいんだよな。北行って、まあ、順当に行けば北行って西、で、まあ、南、ちょっとアッシュランドは特別で俺最後にしたいんだけど、まあ、南あたり、東あたりみたいな順番で回っていこうかなと思ってるんですよね。ちょっとね、初めの一歩よ。初めの一歩、どこにしようかなってちょっと悩んでたんですけど、ここ、バスト地帯あたり、この辺りからもうちょい北上して、これなんて言うんだろうね、シンクーンとかダークフィンガーとかこういうところをねまたいつものドック部隊でちょっと踏み入れてみようかな。さあいつものドック部隊プラス今回は非常食じゃなくてブーブルを連れて行こうかなと思います。今誰かかけたな、戻ってきた。行くぞ泉さん、最近出番がないからって拗ねちゃダメだよ。さあ扉を開けて行くぞ。真っ暗だけど目指すはバストの地、目指せ新天地。スキナーズローム、あたりには誰もいないね。いやちょっとねホーリーネーション久しぶりに絡んでみるかとも思ったんだけど、あいつらはマジでもうぶっ飛ばさなくちゃいけない存在だから、もうそれ確定だからさ、以前いじめられたのでね。
ちょっと実力差を見たいなとも思ったんだけど、出会うことないかな。さあ悠然と走っておりますが、賛成打ちたいなんだよね。ちょっとここはサクッと通り抜けたい。ベンジーまではね、ダスターコート装備できたんだけど、レッドとボーがね、まだちょっと耐性持ててないので、ちょっとここはスルーだね。まだね。あ、ここ入っちゃう？あー、ここね。あ、あー、やばいやばいやばい。闇のスパイがやってくるだって。やばいやばいやばい。ここ、オクランシールドなんだよね。ちょっと今、オクランシールドに用はないからさ。お前ら、差別主義者。ほら、攻撃せよ、あのものを燃やせ、言ってる。これ、あれだな、ベンジーとか泉さん、モグコ、レッドあたり、あとボーモだな。結構狙われる対象になるんだよな、ホーリーネーション。だが残念だったな。俺らの足はもう速くなってるんだ。お前らには追いつけまい。いつかぶちのめしてやるからな。さあ、赤みがかった大地を抜ければ、そろそろバストなんだよね。もうそろそろ出発地点に着くぞ。さあ、着いた、始まりの大地、バスト。いやー、お、ここの噂を聞いたことがある。ホーリーネーションによって1日で都市が一掃されたと。これは、あ、モグコだ。あれ？モグコ、ここの執事じゃなかったでしたっけ？あー、ここは多分あれだな、ホーリーネーションと都市連合が戦ったんだ。オクランの名において貴族の長を火炙りにし、若者をリバースに送ったと。あー、やっぱりそうだな。貴族って言ってるから、やられたのは都市連合の方だ。なるほどね。だから、こんなに荒廃してるんだ、バストの地は。いや、これよな。これよ。あー、貴族なんて虫ずが走る？だが？いや、そいつにはそうされるだけの理由があったのさ。そうだな。でもまあ、モグコ、俺ら、一度奴らをギャフンとは言わせてるからな。まあ、ある程度の反省はしてると思って、今は、見逃してやってもいいんじゃないかな。ともあれ、冒険よ、この剣士の世界の醍醐味。このバストの力、また始めていくぞ。なんか、もうすでにうようよ嫌がるけど、あいつらも成敗しなくちゃいけない奴らなのか、見定めてやるよ、この偽善の目で。